地元が、まあ、推薦という形だったので、はい、発表というか選ばれてるメンバーで、はい、どういう、いやもう本当に小躍りしちゃいましたね。もう全然知らされるとかなかったんで、新聞でめくってこう、はい、選ばれるみたいな、はい、もう誘導で頑張るつもりだったんで、はい、そしたらいたんでびっくりしました。全然気持ちが違いますよね、そういうのは。そうですよね。本当は早い段階で権利取ってここに向けて何かっていう感じだったんでしょうけど、全然そんな感じじゃなかったんで、まあ、普通に仕上げてきた感じです。はい、なかなか富山は久しぶりになっちゃうので。そうですね、そうですね、14、5年ぶりみたいな感じなんで。北野さんとしてはその時は準決勝。そうなんですよ、なんか勢いで行っちゃったんで、はい、なんとかそこを超えたいなとは思ってるんですけど、なかなか難しいですよね、はい、でも一生懸命頑張ります。そうですね、まあ、チームで充実してるので、ね、そうですね、チャンスは絶対あるわけです、はいはい、なんとかこぎつけたいですよね、はい、まあ、ちょっと準優までは自動番組なんで、ちょっとそこも厳しい面ではあるんですけど、準優にさえ行ってしまえば結構な確率でいい番組なんじゃないかなと思ってるんで、はい、頑張りたいですね、そこは、はい、ちょっとじゃあその分初日は三重が2人いるので、三重での、はい、そうですね、西村さん伊藤さんと話して、そうですね、うん、どういう決断をするかで、はい、そうですね、はい、まあ、地元なんで多少のわがままを言わせてもらいながら考えていきたいと思います。はい、何が何でも突破したいですね。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。